しょー、鈴木の野郎。えらい嬉しそうじゃないか、ね、そりゃそうだよな、向こうのチームが。デスペが取って、成田が取って、自分だけ取れてない中で今日、俺を倒しやがって。そりゃ嬉しいだろうよ。俺は目いっぱい悔しいよ。それだけだ。この二人に申し訳ない。すっげえ悔しい。だからさ、この無念は両国で最終で晴らすよ。絶対あいつらにこのまま行かせない。あと一つ両国勝つぞ。はい。勝とう。お願いします。お前今日一番ストロングスタイルだった。はい。あの緊張感、あれを持ってやれば今日が一番ストロングスタイルだと思います。はい。なマスター。はい。ああ、いけ。残すはあと両国、俺だけだから。取れてないの誰からも、勝ちなのにあげてないの俺だけだから。この悔しさ、この気持ち全部巻き返してやるよ。成田、お前から両国で必ず取ってやる。今シリーズのやられてやられてやられた分全部両国で返してやるよ。このまんま俺だけ勝ち名乗りも上げずにいてられるかよ。必ずお前から取ってやる。悔しい気持ちは二人と変わんねえ。ただよ、中田さん、海野、二人が取る、返す、二人に譲る気は滅相もない。俺が必ず取って本体側の勝利つなげてやりますよ。今日ちょ人数多くないか。おいおい、1,2,3,4,5,6,7,8,10人もいいんじゃねえかよ。おい、どうなってんだよ。おい、普段全然来ないくせに。来ないくせに。あ、お前も今日初めてだな。あ、お前は仕事しろ。この野郎、こんなことはどうでもいいんだよ。まずは成田から。今日は鈴木さんが勝ってくれて、俺たちストロングスタイルが有利になってる。次の両国、両国が最終戦だ。そこでまた俺が翔太から必ず勝ってみせる。大丈夫、俺が後から勝つから。いや、俺が成田じゃねえや。成田じゃねえ、俺が永田から取るから。成田じゃねえ。長所食いって俺が後から取って。いいよ、俺が取るから。大丈夫、いいよ、はい、そこは僕が行きます。なんかじゃあ俺が成田から。ちょっと間違いだよ。それはそれで面白そうですね。ワット、いや、あのね、リング上でいい悪いで言ったらお前は相当いいの部類に入ってくるんだが、これは分かるだろう。コメントとかそれ以外の所作とか見てて伝わってくるものあるだろう。何かお前は俺は生理的に受け付けんのだ。これは何度も言ってきて、何も刺さらない。お前の言葉とかアクションというもの何も伝わってこない。本当に俺から勝ちたいのか。そこが伝わってこない意地は、俺は正直お前はその他大勢の中の一人違う。特別な、俺にとって特別な相手にはなり得ない。ごめんな。おい中田、クソ野郎、頭からぶっ刺してやったけど、あいつと知り合って、おい分かるか、40年だぞ。40年、殴り続けて40年。おい、殴りちゃんねえんだよ。おい、あと、両国一つか。そうっすね。両国一つか。じゃあ、両国で200発、てめえの面、ぶん殴ってやるから、覚悟しろ、この野郎。てめえだけは、生理的に受け付けねえ。っていうかよ、おい、長田も、海野も、和斗も、そんな覚悟で俺たちの首取れると思うな。あ、お前たちは今日かっこいい。あな、今日誰々よりかっこいいとかよ、そんなことしか考えてないだろ。違うんだよ、お前たちとは持ってるもの背負ってるものも違うんだよ。てめえらは両国で終わりだ。
ちのめしてやる。